こんにちは。偏見や差別のない世界を作っていこうと、魔女のことを知ってもらうためにリベラルアーツの活動をしている現代魔女アートディレクターのパラレル中子です。今日は畑に生えている春の山菜をね、食べれる野草を取っていきたいと思います。ちょっと三脚を忘れてしまったので手持ちで、そう、前回ね、つくしを取ったんですけど、魔女見習いの少年に継承した宇宙子が昔使っていた長靴、使い魔のケロちゃん。気に入った？そのケロちゃん気に入った。サイズはぴったり？ぴったり。本当？本当。ちょっと見せてよ、じゃあ足。お、ケロケロ。反対側もケロケロ。かわいいよね、これ。かわいい、コロカエル。ほんとに、かわいいよ。イギリス製の子供サイズの長靴、宇宙子のお気に入りの使い魔ケロちゃんは、魔女見習いの少年をどこへ連れて行ってくれるでしょうか。今日は魔女見習いの少年と食べれる野草探索。後半は野草の魔女料理と実食。ぜひ最後まで。西洋ですか、全部。これ全部外来種らしいの。さすがだね。植物図鑑が大好きな魔女見習いの少年、詳しい。まずはタンポポの葉を採集しています。西洋タンポポはヨーロッパではタラッサコやダンデライオンと呼ばれていて、マーケットなどでは野菜として売られています。サラダなどにして食べますが、味の特徴は苦味、ルッコラなどのハーブ野菜に近いかな。苦味が苦手な方は、花が咲く前の若い葉は苦味も少なく柔らかいです。タンポポは花から根まで食べることができます。ビタミン C、鉄分、カリウムが豊富で、薬草としても古くから食用として使われてきました。肝臓機能強化や利尿作用、血液浄化など様々なデトックス効能がある優秀な薬草です。宇宙子はタンポポの花でシロップを作りたいと思います。魔女見習いの、はい、お茶飲みましょう。タンポポ茶を飲もうと、少年に今タンポポの根っこを掘らせています。大変だった、根っこ掘るの。もうスコップが曲がっちゃってるもんね。手に刻印がついた。ウケる。なかなか難しいんですね。はい、難しいです。グリグリってやってみたら、まだ早いですか先生？まだ全然動きません。全然動きません、はい。あ、何こいつ。強かった。強かった。ちょっと手で見せて、どうだった？難しかった。難しかった。根っこがね、根っこがスコップがやられましたね。そう、また切れた。はい、ありがとう。切れましたが、なんとか取れたね。はい。あー、すごい太いね。太い。残ってないの、下は。いや、残ってない。はい、全部掘り出した。3年中寿命がね。タンポポの根は細かく刻んで乾燥させてから煮出し、タンポポ茶にします。コーヒーに近い苦味が特徴的なタンポポ茶は、利尿作用、腎機能が高まり、むくみなどの解消に役立ちます。体に溜まっている老廃物を取り除き、肌荒れ改善にも。これね、伸びる。伸びるの見分け方は、細いネギのような葉っぱ、香りもネギのようです。伸びるはユリ科ネギ属の多年草で、根元に輪茎と呼ばれる玉状の部分があります。うー、すごい。すごくない？すごい。山菜名人になれるかな。昔はニンニク、伸びる、ニラ、ネギ、ラッキョウと、辛くて匂いの強い5種の野菜とされていました。もともと野菜の仲間だったので、人が生活していそうな身近な場所に自生しています。生食はピリリと辛い味が酢味噌によく合うそうです。香りがすごくいいので、今宵の魔女料理は春の食べれる野草の天ぷらにします。よもぎゲット。よもぎだ、よもぎだ。いい匂いする。いい匂いするでしょう。よもぎはよもぎ蒸しやよもぎ風呂など、香りのリラックス効果も高い野草ですが、
血行促進で冷え性の改善、利尿作用による老廃物の排出、デトックス効果、活性酸素を抑え、シミ・シワの予防、美肌・美白効果も期待できます。これ、カラスのエンドウ、天ぷらにすると美味しい。カラスのエンドウは葉も花も実も食べられる使い勝手のいい植物です。同じ豆科の豆苗の味に似ていて、おすすめの食べ方は穂先を使った天ぷら。カラスのエンドウにはレクチンと呼ばれる成分が含まれていて、こちらには毒性があるのですが、加熱することで毒性は無害になるので食べられます。胃もたれ改善、咳止め解熱、利尿作用、消化促進、成長作用があるとされています。こちらはギシギシ、おひたしや野菜炒めなど小松菜やほうれん草のように食べられます。特に美味しいのは中央の薄皮がついたまだ開ききってない若葉。それでは魔女宅に帰って自給自足サバイバル料理の下準備。まずはタンポポのシロップを作るので、花びらを一つ一つ取っていきます。以前の動画でつくしのヘタを取った時にも思いましたが、自給自足は本当に精神力を試されます。花びらを洗います。何度かしっかり洗ったらレモンをスライスしておきます。私は2つ使います。タンポポの花びらを入れたお鍋に水とレモンを入れ、グツグツ煮ます。沸騰したら一度花びらを取り除き、砂糖を入れます。絞った花びらはお好みで。水気がなくなるまで煮たら火を止め冷まします。さらりと飲み終えるシロップにするなら甘さ控えめ、長期保存したりジャムにするならたっぷり砂糖を入れます。柑橘を入れることでシロップが酸性になり、腐敗しにくく色鮮やかになります。炭酸やお湯で割ってもジンとソーダでカクテルにしても美味しい。タンポポの根は土を落としよく洗います。水気を拭き取り細かく刻んでいきます。天日干しで1週間ほど乾燥させた後、沸騰したお湯に入れ煮出します。乾燥させるのは長期保存のためで、生の根でも大丈夫です。タンポポ茶は力強い味で、焙煎すると香ばしさが加わり、癖が減って美味しいです。食べれる野草を料理していきます。ノビルは水でよく洗って土を落としたら、食べやすいように根を落とし、輪茎と茎、葉の部分でカットします。今日採集した食べれる野草は、ノビル、ヨモギ、つくし、菜の花、ギシギシ、カラスのエンドウです。それでは春の食べれる野草の天ぷらを作っていきたいと思います。のびるやよもぎは揚げてる時から香りが立ち、食欲をそそります。のびるの根は切らずに一緒に揚げて食べる方もいらっしゃるみたいで、ふわっと広がりカリッと揚がった根も美味しそうです。つくしはかき揚げにしました。自給自足サバイバル、究極の精進料理、春の食べれる野草の天ぷらが完成しました。普段は見落としているけれど、魔女畑の中だけでもこんなに食べれる野草があるんだな。本日のお品書きは、左からつくし、のびる、菜の花、奥からギシギシ、右によもぎ、手前はカラスのエンドウです。器を彩る春の色彩。今日は愛用している沖縄活レンジ用の新月の海水を使って作られたお塩でいただきたいと思います。
こちらは少しピンク色のお塩になっています。上品なお塩でいざ実食。いただきます。もうさ、絶対これじゃない？ビルビルを食べてみるよ。なんだろう、玉ねぎとかなっきょう？でもなんかネギっぽい香りもあるし、すごい美味しいわ。大好きかも。もう一個食べようかな。めっちゃ美味しい。やばい。この先っぽのさ、丸いところ、ここがすごくね、香りがネギというか玉ねぎというからっきょうみたいな感じで、食感もね、天ぷら生からね、揚げてるけど、すごくちょうどいいかも。多分ね、生、本当は、なんか生で、酢味噌とかと食べるみたいなんだけど、ちょっと辛いかなと思って、ね、生はちょっとまだ試してない。またね、明日試そうかなとは思ってるんですけど。この茎の部分はさ、ちょっとね、この茎の部分はニンニクの芽とかニラに近い香りとか、歯ごたえはニンニクの芽にすごく似てると思う。美味しいよ。なんか今日は使ってないけどさ、葉っぱのところもさ、切って炒め物にしたりとか、かき揚げにしてね、天ぷらで一緒に食べちゃう方とかもいるみたいです。伸びる、ちょっともう一回取りに行こうかな。すごい、気に入っちゃった。美味しい。はい、じゃあね、よもぎ、春の山菜、野草の美味しさは本当に格別。独特の苦味も天ぷらで揚げると程よく抜ける。口の中にふわっと広がる春の香り。春のよもぎは柔らかくて美味しい。食べれる野草ランキング宇宙子調べで実力を発揮したのはカラスのエンドウ。枝豆のスナック菓子を食べているみたいで美味しい。これはアルクホールが進む。最後はデザートタイム。ホットケーキにタンポポのシロップを添えて。レモン2個正解だな。春の香りするよ。めっちゃ美味しい。上手にできたタンポポのシロップ、ホットケーキにかけたかったので、少しね、蜂蜜よりは緩めに作ってるんですけど、レモンのね、酸味、私は2個スライスして入れたんですけど、煮詰めてる時はね、すごく香りももうジャムに近いというか、甘い香りで、酸味どうかなと思ったんですけど、私はこのぐらいスッキリしてる方が好きです。タンポポのね、花びらも最後入れてみたんですけど、すごく美味しいです。食感がね、ちょっと変わった感じになるので、春の食べれる野草、タンポポのシロップ、大成功です。皆さんもよかったら試してみてください。次回のドラマティカル魔女畑シリーズは、いよいよ野菜の苗を植えていきます。荒地の開拓、少しずつ進んでますので、お楽しみに。
今後も偏見や差別のない世界を作っていけるよう、魔女のことをもっと皆さんに知ってもらえるよう活動していきたいと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。